油がいるんよね。油絞りに行こう。ちょっとスライムベースの油を絞りに。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。よし、ということで、さあ今回はアラクレジムを作らなければいけないのだけれど、どの辺に作ろう。マジで作る場所がないんよね。マジで作る場所がないんよね。ちょっとどうするよ。この辺、どっから外？こっから外か。え？え？作る場所なさすぎじゃない？ということは、ちょっとこの辺り、この辺りをちょっと ここ壊さんでいっか。じゃ、とりあえずここに作るとしまして、砂利土をちょっと、はい。で、この辺に作っていこう。よし。ここ大丈夫？ここはまだ大丈夫なんか。え、待って、でも、ちょっと待って、大きさ。大きさというか、広さ。どのぐらいの大きさの部屋だったらいい？別に大きさとか決まってない？ちょ、どこ？アラクレジム部屋。ダンベルとツルハシ飾り、壁掛けタオル2つずつ、アラクレジム。豪華な部屋。部屋の中にランタンでも置くといいぜ。豪華さは部屋の大きさとは関係ないんやね。なるほど。なんかよくわからんけど。今日も掘るぞ！ああいう感じでちゃんと出発していくんやね。なるほど。初めて知ったんやけど。よいしょ。でもこれ、どうしよう。もうちょっと広い方がいいんかな。じゃあ、まあとりあえず、この大きさで、作って、あれ？ああ、大丈夫なのか。速攻で走り寄ってくるけんね。はい。え、これぐらいの大きさやったら大丈夫なんかな？待って、ここの角がない。角がない。こっから置ける？あ、置けるやん。どうやって置きようか知らんけど。その辺ちょっと謎やけど、この大きさやったらまあ大、え、どうなんやろ？大丈夫なんかな？わからん。わからんけど。狭くね？めっちゃ狭いけど大丈夫？なんかすごい狭い気がするけど大丈夫？でもここの入り口邪魔になるんよね。は。まあ、なんかどれぐらいの大きさ必要なんかがちょっといまいちわからなくって。ダンベルと何がいるんやった？ちょ、とりあえず、扉はまだ、持ってないんかなし。扉は、ない、ね。ないね。2個ずつって言ったよね。ということで、とりあえず扉を作りまして、どっちの扉にする？こっちにしよっか。まあ普通にね。普通にこっちの扉作って、ランタンを置けばいいって言った？じゃあランタン。そして、必要なもの。これか、壁掛けタオル2つ。そして、あと必要なものどれ？あ、これか。はい、ダンベル2つ。と、なんかあともう1個必要やったよね。あ、これか。じゃ、ニューっていう文字が邪魔で。邪魔で。あ、てか、あっこに1個あったけん、これを使えばよかったけど。まあ、いっか。適当か。よいしょ。小さい空き部屋。とりあえず空き部屋はできたよ。
ってことで、ここに、さあ、道具を置いていきますか。壁掛けタオル。壁掛けタオルを、じゃあ、こっち側に置いとく？いや、奥にしよっか。どっちでもいいわって感じだけど。え、違う。壁掛けタオル。は。お。ちょ、まだ完成してないから入ってこないで。まだ入ってこないで。で、ダンベル。ダンベルを、ま、なんか、え？この辺に、なんか散らかしとるみたいな感じだけど、ま、いっか。無造作に置いとく方がいいよね。無造作という適当。で、ツルハシ飾り。じゃあ、これを、これ、端っこの方に置いとく？この辺とかに。まあ、適当に。あ、ポン。ポン。ここに、とりあえず、ツルハシ飾りを置いて、ちょっと待ってって。ランタンを置いたら、豪華になるの？はい、ランタンを置いたよ。どう？まだ豪華にならない。豪華にならないよ。ってことはどうしようかな。まだ何かしら置いていけばいいってこと？豪華さを上げるためには。何がいいかな。何置いたらいいと思う？ちょっと。掲示板。掲示板？これは窓とかではなくてってこと？なんか他に、樽の上にランタンを置いたりとかそういう感じにする？じゃ、とりあえず樽作るね。樽なんかで豪華さ上がらんかもしれんけど。革袋。革袋も2つぐらい作っとこっかな。なんか狙われおるっぽいけど大丈夫？あー、来たよ、ほら。モグラたちが来たよ。早くやっつけて。はい、これで。ちょっと待ってねー。何やってんの？あ、あれか。鍛えてるんすかね。はい、革袋。置いといて、弱いな。あ、ちょっとジムが壊されるよ。ちゃんと。とりあえずこれ、ランタンを取って、樽を置いてからのその上に、ランタン。豪華になった？まだなってない？なんなの？何が必要なの？じゃあ、あとは、別に何かしら置けそうなものとかないんよね。これ部屋の説明みたいなのが別に、あそこに星がつけばいいんか。どうやったら星がつくんだ。とりあえず窓作ってみようか、じゃあ。窓を、2つほど。え？ 10 個？そんな単位でできるんや、これ。ちゃんと見てなかった。10個も作ってしまった。まあいいや。いいや。これは外側からやればいいんかな？内側からやればいいんかな？つながる窓。この辺に。これは、ここを壊して、こういう感じか。は。ほ。どうなん？なんかちょっと期待より様子が見えるみたいな感じ。しかし豪華さは上がらない、別に。こう豪華さ、なんか基準みたいなのないの？なんか、酒瓶みたいなの置いとく？ガラス瓶、高級ガラス瓶。高級ガラス瓶とか置いたらいいんじゃないの？ポーカー。あー、何気になんかそういう。ちょ、待って、もう、樽、ポーカー。あ、でもこの辺のなんかバーに置きたい感じないけどな。ガラス瓶。一応なんかいろいろ作っておいて。まず広さが足りんとかそういうことないよね。うわ、暑苦しい空間。めっちゃ暑苦しい空間やん、ちょっと大丈夫。じゃあこの辺に、
じゃ、酒瓶じゃないけど、ガラス瓶をね。あ、報告会が、報告会がやってきた。いろいろ物を置きようやんけどな。全然豪華にならない。はい、今日は銅18個、鉄31個、石炭85個、ありがとう。いいね。ちょっと暗くなってきたね。さあ、そしてこの、ガラス瓶。ねえ、いつになったら、絶対こいつら遊びやるやろっていう感じの場所になったけど。これで、ちょ、待って、誰、ちょっと。荒くれジムを作ってくれって言ったやつはどこ？こいつやね。ダンベル、ツルハシ飾り、壁掛けタオル、二つずつ置いた荒くれジム。で、豪華な部屋。豪華さ。ランタン置いたよ。置いたけど、ダメなんだけど。じゃあ、とりあえず、他に。やっぱ広さも関係あったりとかするんかな？いや、あの広さなりにちょっと、豪華さがついたりとかそういうことはないの。壁掛けタイマスとか、2個ぐらい作ってみよっかな。さあ、これで、タイマスじゃいかんかな？ランタンじゃないと。これで、ちょっとこの辺にね、はい、置いてみたりとか。あ、やったー！豪華さが上がったよー。ねえ、ほらほら、豪華になったよ。あ、来た来た来た。どうも。くおー、筋肉をビルドするための荒くれジムを作ってくれたんだな。いいかいな。部屋には豪華さってもんがある。こいつは部屋の作りによって変わるんだ。もし行けるなら、積極的に星がたくさんの豪華さ、豪華さな部屋を作ってみてくれよな。豪華さな部屋？豪華な部屋ってことかな。さーてと。豪華さの話はこれくらいにして。ペロー！おーい、ペロちゃーん！もう、どっから来た？何を見るず、どうかしたの？筋トレ部屋ができたんだ。俺たちはこれからたくさん筋肉を作る。だから早くバニーになってくれ。バニーに必要なものは筋肉じゃないわ。アイラと一緒によく考えてみて。すげえスピードで帰ってった。なんだと？まさかこんなことが。うわー！おいアユナ、なんだよその汚いものを見るような目は。そんな目は別にしてないつもりやけどね。とりあえずこれでジムは出来上がりました。なんか壊され、あ、私が壊したんか。え、なになになに、どうした？アイナさん、話は全て聞かせていただきました。ふんふん。ってあなた、今こいつ誰だっけって思いましたね。僕です。彼の音に導かれてきたセルシです。まったく、荒くれさんたちは筋肉心は分かっても、乙女心はまるで分からないようだ。筋肉心なんてものは聞いたことがないけれど。ペロさんが欲しいのはズバリ、着替えができる個人部屋だと僕は思います。考えてみてください。あなただったらこんな筋肉だらけの野外で着替えなんかできますか？筋肉はもう関係ないけど。アイナさん、あなたは設計図が描けると聞きました。僕が考える個室の設計図を描いてください。町の東から出て山に沿って歩くとあるグラジオラスをグローブで取ってきて部屋に置いた植木鉢に乗せてください。何あれ。さあ、ペロさんの個室の設計図を描いたら町の中で完成させてください。ふんふんふん。次は設計図があるんやね、ちゃんと。ペロの個室の設計図を描いた。こんな間近でイエイって言われても困るけどね。そうそう、部屋にはちゃんと名前の壁掛けをつけてペロさんの名前を書いてあげてくださいね。ふんふん。新たなレシピをひらめいた。ドレッサー、鏡を乗せたお化粧用の台、主人公の見た目変更。あ、これで変更できるの。へえ。見た目のカスタマイズ、ドレッサーで主人公の見た目を自由にカスタマイズできる。見た目を変えても装備の強さは変わらない。ふんふんふん。ペロの個室か、どの辺に作るよ。この辺今度。いやー、でもなー、設計図、ちょい待って、これぐらいの大きさなのか。扉の位置とかを変えたらもうちょっとできそうな感じかなって感じはするかな。あ、でもこの辺作れるんじゃない？ここに作ろうや、ここに。いいやん、ここで。別に適当なわけじゃないよ。ということなので、この辺かな。ファサ
まあ、ちょっとこの辺狭くなるかなっていう感じはするけど、まあ、こっちにも出入り口、扉別に2箇所あったらいかんわけじゃないもんね。ということでこういう感じで作っていこうかなと思うよ。うん。グラジオラスっていうなんかものがいるらしいんやけどさ、それは一体どういう、よいしょ。あ、間違えた。間違えた。はい。ほっ。よいしょ。あ、違う。逆。え、これ別にあれよね。なんか決まっとる？もしかして。これ周りもしかして何か決まっとる？あ、全然ダメや。ちょ、待って、これや。砂町の壁？砂町って何？全然違うもので作っていきよった。砂町って何ですか？あ、とりあえず作れるんかどうかを見ておこうか。はい。あ、これやん、砂町の壁。で、これを40個作りまして。そして、あ、木の扉がない。鉄のインゴットが必要なのか。ってことは、どこに出ていこうとした私。はい、鉄のインゴットをちょっと、10個ほど作って、あ、鍛冶屋だからここに入ってくるの？なるほど、なるほど。そういうことね。え、で、ランタンもいるんよね。木のベッド。ランタンは何が必要？ガラス？油がいるんか。なるほど。で、これ石のテーブルも1個。結構いい感じの部屋になるんやね。今までなんか個室を作るってめっちゃシンプルな個室やった気がするけど、今回はなんか色々と家具も置いていくっぽいぞ。ついたて。そして、あとは、植木鉢。あ、で、これになんかグラジオラスとかっていうやつを。植木鉢ってことはあれか。なんか植物的なものってこと？何？ピカーン。え、なんの？え、あとは扉なんやけど。あっちの扉ちょっと壊してこよっかな。いや、でも鉄のインゴット今作りよるけん、あれか。よいしょ。取り出して、これで扉も作れる。あ、で、扉2個欲しいんよね。ちょっと2個作っておいて。で、ランタン。ガラスと油か。ちょ、これ取りやめて。ガラス。じゃ、ガラス10個ほど作っておきまして。で、油がいるんよね。油絞りに行こう。ちょっとスライムベースの油を絞りに間違えた。ヘイヘイ。よくした。影からウサギ。油が5つほど必要と書いてあったような気が。めっちゃお腹空いてんだな。ちょい待って。お腹が空いてるっぽいから、サボテンフルーツ。7% しか回復せん。違う。まあ、回復せんよりマシや。よし。いくぜよし。とりあえず5つ集まったらもういいかな。オッケー。いい感じに油が絞れるぞ。へい。こんなもん。まあ、一応なんか、視界に入るスライムベースは全員やっつけとくか。見て。後ろから突進しないでくれます？が怖いわ、まったく。よし、ってことで、あ、なんかお肉ゲットした。イェーイ。いやー、食料大事ね。びっくりした。何かと思った、これ。何もできねえ。とりあえず、油を絞れたので、こっちのね、ガラスを受け取って、で、ここで、これでもう全部揃ったんじゃない？ランタン、はい。オッケー。ってことで作っていきまーす。砂町。これか。砂町の壁。さあ、これを置いていきまして、
そうよね、こういう反応があるよね。それを私は普通に岩で作っていきよったけど。はい、オッケーオッケー。すべてのやつに設計図を置いてほしいよね、ほんと。よいしょ。じゃないとさ、荒くれ者のジムとかもそうやけど、なんか自分で勝手に考えんといかんやつとか、めんどくさいじゃん。めんどくさいよ。ほい、これで、じゃ、とりあえず、このストーリーをクリアするまでは、まあ、あれや、扉を2つつけれんのか。ね、この通りに作らんといかんけんさ。はい、そして、ここでドレッサーどこ？ここ？そして、はい、ランタン。ここじゃないっぽい。あ、違う違う。ランタンがここじゃなくって、え？どこランタン？ランタンを置く場所、あ、なるほどなるほど。それとりあえずちょっと一旦置かせてね。これで石のテーブル、ちょっと待って、何で松明持ってんの。石のテーブル、あ、部屋がで、ここにランタン、石の椅子。ちょ、君、まだ出来上がってないから邪魔よ。からの、ついたて。ついたてが、ここってことか。で、植木鉢。違うよ。なぜそんなものを置いた。あれ、ちょっと待って、これ一旦置いて植木鉢をトン。そしてちょっとハイハンマーで、でそこになんかグラジオラスとかいうやつが必要になってくる。うん、あと必要なものは別にないんかも。オッケーオッケー。で、この辺に、あ、そっか、ベッドを、あれ？はい。拠点を狙うモンスターが現れたよ、ちょっと。これ邪魔じゃね？こんな感じ？なんかもうちょっとさ、位置とか。ああ、そっち側ね。なるほど、なるほど。うん、そういうところにやった方がいいと思う。ね、ちょっと待って。まだ完成してないから。まだ完成してないから、ちょっと待ってくれるかな。この辺りに、トン。とやって、で、ペロ。はい。ここは、ペロの部屋です。で、グラジオラスとかいう、花を積んでこないといけないんだけど、え、どこにあるって言った？ちょ、待って、お腹空いて遅いんだけど。グラジオラスどこ？アイラさん、先ほど書いていたペロさんの個室の設計図は街の中に敷けましたか？街の東から出て、山に沿って歩くとある、グラジオラスをグローブで取ってきて、部屋に置いた植木鉢に乗せてください。東から出て山に沿って歩くとある。東。東。こっちか。こっちですね。こっちから出て、山沿いに行っていると、グラジオラスという花があると。どの辺なんやろ。山沿いやろ。もしかして山？あ、あれか。
こっちの方にマークちゃんとあるやん。お、多分この辺に去っていった、まさかの。あ、あーこれや、私が綺麗やけんちょっと何借りたくないねみたいなことを言ったやつやねんこれ。待って、キノコ欲しい、キノコ、よし、いいぞいいぞいいぞ。でちょっと一個だけポツンとなっとる、こっち取っていこう。指導がいない、指導はついてきてくれてないんだけど、拠点を狙うモンスターがいたからだからいないの。ちょ、護衛の指導が、あ、いた、すれ違ったよ、おい、こっちこっち、早く来て。あ、来た来た来た、帰るよ、もう指導遅いんやけん、しっかりついてきてくれんとね。はい、そしてただいまー。くっ、入れんかったやないか。ほっ、上からいつでも入れるペロの部屋、イエーイ。あ、早速おるやん。ちょ待ってね、もうちょっとで完成するので。あれ、はい、ペロの個室の設計図が完成、イエーイ。鉢植えの花。さあこれでできたよ。はい、皆さん、バー作りに行動の復旧ありがとうございます。君じゃないこれで荒くれさんたちのやる気も上がる、鉱石が取れる量も増えるはずですよ。そうっすか。お、僕がお願いした通りのペロさんの個室ができたんですね。おいおい、これで本当に大丈夫なんだろうな。間違えたら承知しねえからな。おい、ペロ、ペロちゃん、急いでやってきた。あら、これって私の個室？これならバニー服に着替えられるわね、うん、ほら、ご覧なさい、僕の言った通りだったでしょ。本当にそうな、待ってて、約束通りバニーになってあげるから。おお。あー、イナさん、あの着替え部屋を見ていたら、僕は、アイナさん、僕はここに来て腹が決まりました。僕も教団を抜けて、あなたのようなビルダーになります。そしてバニー服をたくさんビルドするんだ。え、そういう、うるせえ、今おめえのことなんてどうだっていいんだよ。ペロ、ペロ、ペロ、早くオイルたちに姿を見せるんだぞ。おー、来たー、来たよ、ペロ。見えない。どうかしら、かわいいよ、ペロ。うひょー、すげえ。うわー、僕は、うひょー、ぐっ。え、こりゃ破壊なんて言ってる場合じゃねえ。わしら全員ハーゴン教団を抜ける。わしらもビルダーになるぞ。待って待って、なんか一人死んだよ。どうかしら、アイナ。あたし、似合ってる？もちろん。ありがとう。アイナにそう言ってもらえると嬉しいわ。ペロー、ペロー、ペロのバニー姿、俺も見たい。こっちに来てくれ。お、ゴルドン？結局そこから動けないのかい、ゴルドンは。かわいい。ペロ、バニー似合ってる。最高、最強。うおー。お、それがバニーか。なかなか強そうだな。頭のその角もかっこいいじゃないか。指導は見る場所は。ゴルドンも指導もありがとう。みんなのバーのバニーになれて嬉しいわ。ペロのおかげで全員のやる気が上がった。いいね。さあ、これでペロもバニーになったことだし。お？うごごごご、この気配はなんだ？何？戦闘？このタイミングで戦闘ですか？めっちゃアップしよるやん。どうした？ちょ、待ってね。その前に。間違えた。は。じゃ、ハートを集めておかんとね。思ったよりハートないんですけど。じゃ、その前に寝たいからごめんね。あ、そして。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、ここに来てから初めての戦闘よね。え、違った？そうな気がする。うん、多分。頑張ろう。